ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。今夜のアンカーマンは産経新聞編集員の石野信子さんです。さあ今夜は何が見えたでしょうか。はい。ベトベトの床。はい。から安い労働者が、はい、女性労働者が見える。<お>女性の安い給料が見える。<laughs> ベトベトの床。ベトベト。それはですね。えー、床が汚れているっていう話ではなく,てなくはい。ベトベト粘り粘りした床。 に実は女性の働き手がそこに張り付かされてしまっているのでそこからなかなかあの脱出できなくってえと給料がね男女格差が非常にあのこの広がったまんまでいるっていうふうな話なんですけどね実はこういうそのベトベトの床 ネネバネバの床スティッキーフロアっていう言葉を使って学者の人がですねこの男女の日本の男女の賃金格差について説明したあの論文というのが出てね非常に話題になってるんですよ。でこれを発表されたのはですね原博美さんという日本女子大学のまあ労働問題の専門家の先生なんですけれどもこの方がえっと経済産業研究所という独立業 行政法人があるんですけれども、うん、そこのあのまあネット版の論文サイトみたいなところに去年の暮れに発表して結構こう話題になってるんです。はい、でどういうことかというと、日本のあの女性のまあ給料というか賃金が世界の中でも非常に格差ね男女の格差が大きいってよく言われますよね。あはいあうん、で,ねであの有名な OECD のいろんな調査の中ではこれ韓国についてワースト2位なんですよ。そうなんですよ残念なこと。 非常に格差が大きい。 でどうしてこの格差がね抜け出せないのかっていうふうなことを、まあ、この先生はいろんな分析であのしてみたわけですね。うん、であの厚労省の賃金構造基本調査っていうふうなのが、まあ、給料のいろんな調査これをまあ詳細に分析してねこの人がそのステッキーフロアということを言い出したんですよ。うん、で面白いのはよくあのその女性がその会社とか組織の中でこの偉くなれない ガラスの天井ね、はい、ひらりさんが大好きな、ね、ガラスの天井 <laughs>。まあ、そういう見えない壁があって、はい、女性が上に行けない。だから、いつまでも、まあ、言ってみたら、その、えー、っと、給料が上がるような地位につけない。っていうふうなことがよく言われました。うんね、表現として、はところがね、あの、この、原先生によれば。この、それだけではないと。はい でその賃金格差をいろんなふうに分析していくとまあ格差によってはですね説明できる格差と説明できない格差があるつまり説明できる格差はどういうことかというとつまり教育機関が違う例えば大卒であるとか高卒であるとかというふうな教育の機関が違うということでその人の,まああの労働者としての人的なソースというものがまあどういうふうに置かれるかとかあと勤務年数がどうか。 これ,これによって格差があるのをまあ説明できる格差になるわけですね、うん、ところが説明できない格差っていうのが現れていてそこにまあ実はそのこう賃金のこう分布をいろいろ見てみるとこの格差が目立つのは。 賃金の高い人たちの層と低い,ち低い層と二極されて真ん中の3、まあ、真ん中にはも,もちろん差があるんだけれども、はい、そのトップレベルの人たち上の人たちと下層の部分との方がこの格差が大きいわけで上の方の格差というのがいわゆるところのガラスの天井ですよね<ー>そこからトップに行けない。はい、でこのし、えー、下層というんですけど、うん、その給料が低い部分この人 ところで男女の格差が大きいのは何かっていうことで説明したいというのがその床へ張り付いているスティック キーっていう言葉はですね、えっとベトベトしたとか<ー>、えっとネバネバしたとか粘着質とか、うん、そこから逃れられない<ー>えっとフロアが日本のそのとこの労働監視上というか労働のその賃金の中にはあるんだということをこの人は分析指摘したわけですね、はい。でなぜじゃあ日本のそのこの企業とかの中に。 あのそういうスティッキーフロアネバネバの床があるのかっていうふうな分析はまだこれからですね。でそこには非常にまあ安い賃金のうところに女性の人たちがまあ働かせられているとか、うん、なかなかそこから女性が抜け出せない,せない、まあ、とか、はい、でそれはなぜか、うん、というのもまたこれはあの分析の余地があると思いますけど、うん、けれどもあの例えばその 働く主婦の,あの100万円の壁とか1 0万円の壁とか130万円の壁とかありますねつまり女性自身がそういうところにネバネバしたところというかそういうところにあのずっとこの好んでいることがある。 かもししれないし、はい、そういうところに、えー、例えばそのあの非正規雇用とかそういうことで固定化しているということも大きいかもしれないし、はいはい、いずれにしてもそういうあのネバネバしたところネバネバ粘着室ベトベトした床に、うん、あの女性が、えー、っと働かされているということで、はい、あのその格差が、はい、あの非常に 生まれている。それはよその国よりも大きい。それはなぜかということをやっぱり日本の企業も考えないと、うん、そのみんながあのその輝く社会とか、うん、それからあのまあ、今えっ、ー、とその政府が目指す働き方。 改革だからよくそのなんていうのあの,、えっと、この管理職を何割にしましょうとかっていうーーいわゆるガラスの天井を見たはずなのこの 改革みたいなことをよく言われますけれどもやっぱりネバネバなそのベトベトの床のところをもっと見つめてそこをきれいに掃除をしてそしてあのやらないとなかなか男女の賃金格差引いてはその男女の格差諸社会での活躍とかというのはなくならないというまああのこの方のですね分析なんですね。そ,そういうういい視点とのはですねあのこの言葉としてまあもちろん 面白いということもありますけれども、えー、あの一つのそういうガラスの天井とかこう上ばっかり見,た、うん、見,見ないでもちろんそこもきれいに企業はです、ね、あの天井なくしてそして男女、ねはい、同じようにしてほしいわけですけれども、えー、あのやっぱりそういうこの,この下の部分ですね、うん、そういうところに 女性を押し込んでいるようなことはないか、はい、なかなかそういった視点って聞かないです、ね、そうですすねそう、はいまあ、従来から非正規雇用とかということではよく言うんですけれども、はい、でも最近はまあ非正規雇用全体に労働環境全体に広がっていてそ,、ね、それこそ若いあの女性にかける男性もそういう非正規雇用というふうな問題が出てきてますけれども、はい、そういう非正規の問題も含めてそれからパートということも含めて、うん、なおかつ 職種の問題もあると思います、ね、非常に何て言うのか安い部分、うんはい、例えば福祉関係の非常に低賃金の問題ありますねあそういう,このこう女性の優しさみたいなものがまあ期待されてしかもなおかつそういうところは非常に安いと、うん、十分なこの支払いがないというふうなところがあるかもしれませんねそういうふうなところをベトベトをですね、はい、やっぱりもうちょっとちゃんと直してですね、はい、そしてあの このクリアーなあ<ー>あとやっぱりえ働き方それからみんながま輝けるか納得いく働き方のできる社会にしていこうじゃないかっていうのがこの先生の何のて言うのか主張なんですけどねえ経済産業研究所というところのホームページにあります原博美先生のこれ日本の労働市場の転換全員参加型の労働市場を目指して ガラスの天井か床への張り付きかっていう風なタイトルで見られるんですね。はい、見れますので興味があればぜひ見てみてください,、はいはい。アンカーマンの目でした。